どうもこんばんちは、ギシトです。今回はね、こちらのゲームサイコロサイコ第6の目やっていきたいとね思います。第6の出目、はい、サイコロサイコシリーズのねまた新しいやつですね。はい、他にももう、第1とか、第5とかある、なんかもう全部出てるんだよね。はい、ちょっとねブラウザ版なんで、はい、ちょっとやりづらいところあるんですけど、8目からやっていこう。ブラウザ版しかなかったんだ。今まで、ダウンロード版あったんだけどね。今回は、他の全部ブラウザ版しかないということでね。さあ、今回はどんな感じになるのであろうか。風の音が聞こえる。そよそよと吹く風に揺れる草と白い花の匂い。何年ぶりに見たかわからない星空は澄んでいて、果てしなくどこまでも続いている。ああそうか、これ音量調節とかあったっけ。ちょっとでかいな BGM がね、果てしなくでかい。こんなもんでいいかな。ああそうか、僕はやっと外に出られたんだ。あの場所から抜け出してきたのでしょ。僕のよく知る彼女が懐かしい声で囁いた。その幼い姿は遠い過去に見た幻影。彼のことはもう気にしなくてもいいのよ。あなたは今はもう自由の身。どこへでも好きな場所へ行けばいい。ああ、そっか。そうだったっけ。いくつもの犠牲を払って僕は自由を手に入れたんだ。あなたが転がすサイコロの未来、それはどんな形をしているのでしょうね。さあ進もう。神々の資源と卑劣な性敵が呼んでいる方へ。水の滴る音がする。空気は埃っぽくカビ臭い地下牢だ。いつからここに閉じ込められていたのか、なぜここに連れてこられたのかは覚えていない。もう随分と長い間ここにいたような気がする。同じ部屋にいられている男は相変わらず静かに石ころで手遊びしている。真四角なその石ころを高く投げてはキャッチしているのだ。暇つぶしだろう。どうせここから出る方法などないのだ。おい、生きているか。静かな部屋の中で男の声が響いた。彼はたまにこうして僕へ話しかけてくるのだ。その度に僕は適当な返事をする。明日この部屋に清掃が入るらしい。僕らがここから出られる最後のチャンスかもしれない。男は一つの古びたサイコロを差し出して僕に見せた。賭けをしよう。サイコロを振って大きい目を出した方が勝ち。負けた方がおとりになって、勝った奴を逃がす。どうだい？悪い条件じゃないと思うが、僕も君も、もうすぐ処刑される身なんだ。今更失うものなんてないだろ？彼がイカサマを仕掛けている可能性を考えると、気は進まないが、その提案に乗ることにする。どうせ、もうすぐ終わるのだ。紐などないんだし、決まりだな。それじゃ僕から失礼するよ。男はサイコロを高く放り投げ、やがて地面に転がった。彼が出したのは6。ああ6だね。もうこうなってしまえば僕も同じく6を出して再戦に持ち込む以外勝ち目はない。僕はごくりと生唾を飲み込み、サイコロを転がした。僕が出した目は僕の出した目は、6だ。6。僕が出し得る中でも最大の数字。よし、これで対戦に持ち込める。幸いなことに、もう一度勝負に出られるのだ。だけど、次はどうなるだろう。内気な僕では、
過ぎで沈められてしまうかもしれない。彼の不敵な吠えを目前にして、そんな不安が頭をよぎっていた。その愛に飢えた少女は、今回は在庫じゃないのかな、名前ね、在庫なのかな。抗いぬ虚しい幻想を思い描いた先に、あなたを道連れにする。今ここにサイは投げられた。まあさすがにこのゲームの読みからして罪子はないと思うけど、多分在庫でしょ。今まで在庫在庫できてるからな。あれはさすがに最後とは読まない気がするけど、罪か罪だよね。僕の名前はメタロウ。私立高敷学園か高織学園に通っているごく普通の高校2年生。俺はといった特技もないし、兵力が特別いいわけでもない。平凡すぎて、没個性な人間の一人だ。没個性ね。最近のクラスメートといえば、進路で悩んで焦っている奴がほとんどだ。僕らはまだ2年生。未来のことを考えるには、まだ気が早い気がするんだけどな。みんな勉強には真面目に取り組んでいるし、内心を気にして目立つことをするようなバカ者もいない。僕もそのうちの一人だけど、未来について考えたって意味がないことくらいは知っていた。どうせ考えたってわからないのだ。だから適当に生きている。今日も明日もきっと数年後も。おっと、スマホをいじりながらトロトロ歩いていたら小さな子供にぶつかってしまった。なんだこいつ、全然子供じゃないぞ。背は低いけど、僕と同じ高校の制服を着ているから、少なくとも年は近いのかもしれないな。ぶつかった衝撃で尻餅をついてしまった彼女は、何も言わずに立ち上がり、お尻についた砂を払っていた。うん、ぶつかってごめん。僕がシーンズに謝っても何の反応も示さない彼女。そのまま僕とは目も合わさずに、ふらふらと歩いて行ってしまった。一体何だったんだ、あの子は。それに、人にぶつかっておいて謝りもしたいなんて、僕はちゃんと謝ったからな。次会った時は、ただじゃ浮かないぞ。そこまで根に持つ。って、もうこんな時間じゃないか。ブツブツと不満を漏らしながら、僕は教室へと急いだ。ガイガイと賑わうホームルーム前の教室。席に着いた僕の元へ近寄ってくる一人の女の子がいた。おはよう、メタロウ。元気なスマイルで僕にニコッと吠えかけてくるのは彼女のナナだ。
こう見えて僕たちは付き合っている。あ、ほんそうなの。ここ今回は付き合ってんの俺たちが。お、寝不足か。目の下にクマできてるよ。む、鋭いな。メタロウさ、ずっとあのスマホゲームやってるよね。実は最近スマホゲームにはまりすぎて毎晩徹夜してしまっているのだ。確か楽しい簡単みたいなクイズゲームだよね。彼女にはだらしない僕のことなど簡単に見抜かれているらしい。わがままでたまに抜けているところがあるが、可愛くてしっかり者で僕のことを一生懸命に愛してくれて、実際こんな彼女がいる僕は世界一幸せだと思う。はあ、この間のデート楽しかったな。ナナは力が抜けたみたいに僕の机にだらんともたれてくる。どうやら先週末のデートで遊びに行ったテーマパークの余韻に浸っているようだ。そこは世界的に有名な遊園地で、一度の入園料も1万円超えなので決して安くはない。金額が高額なこともあってか、なかなか高いクオリティのアトラクションも豊富で、カップルや家族に人気のスポット。年間パスポートを買った方が男だという話も身につくけど、年に何度も通わないと思うんだよな。うん。バイト代入ったらまた遊びに行こうよ。ね、いいでしょ？あの、某、ネズミランドね。きっとね。うん。近月だけどお小遣いでなんとかするよ。は？あんた何言ってんの？殺すわよ。なんちゃって、しょうがないわね。出世払いでちゃんと返してよ。まったく。いや、俺自分で払うって言ってんじゃねえかよ。なんで殺されるね。バイトをしようならと違って、僕は働いていないので、実は金銭的な余裕が全くない。男として情けない話ではあるが、両親からバイトを禁止されている以上、月々の少ないお小遣いでやりくりするしかないのだ。だから、ナナのわがままに付き合うのは結構大変だったりする。そうだ、今日私のお店に来てみてよ。メタルを来たことなかったでしょ。お店というのは、おそらく彼女のバイト先のファミレス、ウサトリアを指している。可愛い女の子たちが、ウサギのようなフリフリの衣装を着て接客をしてくれるファミレスなのだ。それは、ちょっといい、いいだ。メイドカフェなんかに限りなく似ているけども、一応、ファミレスらしい。ナナは先月入ったばかりで、まだまだ新人だが、お客たちの評判はなかなかいいとの噂だ。今日はね、キャストとのチェキが半額で取れるキャンペーンがあるんだよ。どう？興味湧いてこない？チェキって写真のことだよな、確か。それはもうファミレスじゃないだろ。僕は奈良の彼女なんだから、そんなキャンペーンに耐えられなくても、プライベートで取り放題だろうが。一人で恥ずかしかったら、雪丸も連れてきていいからね。雪丸とは、僕らの幼馴染の男子のことだ。相当な女好きで、ちょっと風呂でだらしない。いつも朝はギリギリか遅刻してくるようなやつ。ああ、でも、お触りは禁止だから気をつけてよね。雪丸にはちゃんと注意しておいて。あいつ、少しでも変なことしたらぶっ飛ばすからって。そういう問題じゃないんだけどな。というか、たかたかファミレスでお触りする無礼者なんているのか？本当だよな。彼女の必勝な様子から見に来てほしいというのが一つ伝わってくる。始めたばかりのバイトだし、相当気合が入ってるんだろうな。一人で行くには恥ずかしいので、雪丸次第ではあるけど、ま、行くことにしよう。うん。行けたら行くよ。うん。ありがとう。それじゃあ、いっぱいサービスしちゃうからね。やっとメタロウにいいとこ見せられるんだ。頑張らなくっちゃね。幸せいっぱいで、嬉しそうなナナの顔。そんな顔されたら、見ているこっちまで頬が緩んでしまうじゃないか。僕も今日は、ナナが頑張っているところを見られるんだし、嬉しいな。いつもはまっすぐ家に帰るだけだから、普段と違うことがあると、それだけで放課後が楽しみになったりする。今回、雪丸くんと付き合ってないんだね。おい、メタロ聞いたか？奈良の働く店のとあるボックス席。僕の向かいの席には幼馴染の雪丸が足を組んで座っている。7、従業員人気投票ナンバーワンになったんだったよ。すげえよな。確か先月入ったばっかだろ。あいつどんな裏技使ったんだ。暴力ばっかの
ガサツ女なのにな。お前を彼氏目の前にそれを言うか。おいおい、やめとけよ。僕は聞き逃せるけどさ、誰が聞いてるかわかんないぞ。雪村がキラキラと笑ってると、可愛らしいお洋服に身を包んだ奈良が現れ、彼の胸ぐらを掴んだ。いらっしゃいませお客様、ご注文はお決まりですか。わ、まだ、聞いてたのかよ。冷やかしなら出て行きなさいよね、クソ野郎。奈良が冷ややかに言い放ち首を離す。解放された雪丸は、ハーハーと息を切って怯えてやるようだった。だから言わんこっちゃない。怖え、怖えよ、メダロ。この女マジで危ない。お前、いつか殺されるぞ。何を今さら。ナナは怒らせると怖いんだぞ。特に、雪丸には厳しいんだよな、昔から。雪丸には悪いけど、この二人のやりとりはコントみたいでちょっと面白かったりするんだよな。ま、それはさておき。ナナ、頑張ってんじゃん。当たり前でしょ？私が一番可愛くて仕事できるんだし。メタロウ何食べたい？せっかくだから、つけにしておいてあげればよ。ファミレスでつけってできんの？マジ？ラッキー！ありがとな、ナナ。あんたにおごるとは言ってない。殺すぞ。へいへい。どうやら、ナナが僕におごってくれるようだ。何にしようかな。それは嬉しいね。おまじない入りまぜまぜ1号令。お絵かきチョコスイーツセット。チョコスイーツセットちょっと甘くて俺にはな。じゃあ、おまじない入りまぜまぜ1号令を。あ、それ美味しいやつ。それじゃ、私がおまじない入れてあげるね。それじゃ準備するから、ちょっと待っててね。ナナはひらりとスカートをひれ返して、キッチンへ向かった。いつもと少し違う彼女。素直に可愛い。この店の制服なのか、あのフリフリの、お洋服も似合ってるし。いや、元が可愛いから何着ても可愛いんだよな。間違いない。はぁ、メタロウが羨ましいぜ。あんな可愛くて、性格のいい子が彼女なんてさ。いやいや、お前絶対思ってないだろ。さっきと言ってることが真逆だぞ、と突っ込む。油断したら、誰かに取られちまうかもな。絶対話すんじゃねえぞ。もったいねえじゃん。例えば、俺とか。そんな、絶対そんな気ないくせに、冗談に聞こえない冗談ばっかり言うんだよな、こいつは。呆れた顔をしてると、彼らはぶっ吹き出して笑う。さすがに冗談だったの。誰があんな暴力女、本気にするなよ。そんなに賑やかな僕たちの席を、店員の女の子は横切っていく。お、君、かわいいじゃん。ねえねえ、彼氏とかいるの？雪村が見逃すはずない。こいつはほんと、かわいい子には目がないかな。まったく、くだらんナンパが始まったなと、そんなことを考えていると。あの子。今朝、僕とぶつかった子じゃないか。両手でスカートをくしゃくしゃに掴んで、何やらもどもどしている。ずっと店の入り口に突っ立って、そわそわしていて落ち着きがない。少し様子がおかしいような気がする。まさか危ない奴なんじゃ。雪丸に気を求めようと目をやると、名前は何だとか、歳はいくつだとか、そんなことを可愛い店員の子に聞いているようだった。突然店に入ってきた小さな女の子のことなんて気にも留めていない。まったく、危機感のない奴だな。仕方なく、少女を観察していると、彼女はバッグの中をごそごそと漁り始めた。どうかテロとかじゃありませんように。と祈るが、その様子はどんどん不審に見えてくる。僕の嫌な予感は、セーブ。セーブだね。ウサはセーブでウサ。はい。どっちだろうね。これバッドエンド行きが決まるね。はい。気のせいじゃない。気のせいじゃないかな。こっちが危ない。僕の嫌な予感を遮るように、少女の来店に気がついたならが元気よく接客を始めてしまう。いらっしゃいませ、お客さん。少女がバッグから何かを取り出す前に僕はもう走り出していた。ナナをかばうようにして体を前に乗り出す。うぃー！そして、異物が腹にめり込んでくるような反逆が僕を襲った。熱い。目線を下にやると、鋭いハサミが僕の腹部を貫いていた。
いやああ、失敗なのです。少女は無念そうにつぶやきながら、ハサミを肩に締めたり、繰り返す。刃が開閉するたびに、僕の内臓がブチブチと切り刻まれていく。本当は、あなたを殺すはずだったのに、残念なのです。メダロー、メダロー、いや、知らないで、こんなの、ってか突然の惨劇に、店内は騒然としていた。血が見えん。奈良の鳴き声が響く。ああ、ごめんよ、奈良。僕、間違ってなかったと思うんだけど。血が抜けて頭がぼんやりとする。僕の意識は、徐々に遠のいていった。バッドエンド。愛の証明。今回は俺じゃなくて、ナナちゃんが狙われるパターンの感じになるのか？じゃあ落としましょうか。あ、なんか怪しいな。僕の嫌な予感を遮るように、少女の来店に気がついたナナが元気よく接客を始めようとする。少女のことを警戒しながら、僕はナナの前に立つ。奈良には指一本触れさせない。そう言わんばかりの圧力を醸し出すように。迫力ね。ちょ、メタロ？戸惑う奈良を制して、僕は少女をじっと見つめる。うん。奈良は僕が守るんだ。は？何バカなこと言ってるの、あんた。この子は私の後輩よ。今月この道に来たばかりの新人ちゃんなの。え？私も先月入ったばっかりの新人だけどね。あはは。なんだ。僕のただの思い過ごしじゃないか。心配して損した気分だ。はじめましてなのです。いつも奈々先輩にはいろいろと教えてもらってて、その、お世話になっていますです。ふん、ザイコちゃん可愛いでしょ？制服着たらもっと可愛いんだから、メタロにも見せてあげたいな。メタロさん？あ、紹介するね、ザイコちゃん。この人は私の会社のメタロよ。幼馴染なの。正確には初めてじゃないんだけどな。今朝ぶつかっただけだから、覚えてなくても仕方ないか。うん。メタロだよ。よろしくならです。私はザイコと言います。罪の子って書いて、サイコって言いますよ。あ、これでサイコって読むの、やっぱり。罪でサイって読まないけどなぁ。あって、なんかね、無理やりっぽい気がする。ザイコじゃなくて、サイコでいいんだ、これで。サイコか。やっぱりみんなサイコで共通してるのがね。変わった名前だな。あれ、そういえばサイコちゃん今日は出勤じゃないよね。どうして来たの？それが忘れ物をしちゃって取りに来たのです。でも、事務所の会議が閉まってたからお店に。そっか、なら私が持ってきてあげればよ。何を忘れたの？携帯なのです。ガラケーの。わかった、すぐに取ってくるからちょっと待っててね。ナナが急いでバックルームに向かう。なんだかちょっと気まずいぞ。店の入り口前で初対面の相手と二人きりになってしまった。そう思っているとところへ、ちょうど駅村がやってきたのだった。おい、メタロ、その子、誰？うん、奈良の後輩なんだってさ。ほーん、奈良の後輩ちゃんなんだ。俺は二人の幼馴染の雪丸だ。よろしく。サイコちゃん、背がちっちゃくて可愛いね。彼氏とかいるの？おや、急に喋らなくなったぞ。まあ、鹿とかよ。ずいぶん嫌われたもんだな、俺も。いや、違うな。雪丸だけが嫌われているわけじゃなくて、あからさまにさっきと態度が違うんだよ。お待たせ。ナナがパタパタとかけてくると、サイコが口を開いた。ありがとうございますです、ナナ先輩。いいのいいの、これくらい。今度からは気をつけなさいよ。はい、気をつけますです。奈良先輩に迷惑ばかりかけてはいられないのですから。この子もしかして、奈良の前でしか喋らないんじゃ。俺にも喋ったけどね。あ、いないと喋らないってことなのか。ねえ、ところで、サイコちゃん、これってさ、サイコの持つガラケーからぶら下がっているストラップを指さした。それは、奈良がカバンにつけているものと同じ。ウサギとヒヨコのストラップ。はい、奈良先輩とお揃いなのです。この間偶然、同じのが売っているところを見つけたんですよ。ん？そうなんだ。その時も奈良の苦笑いが目に焼き付いて離れなかった。
もう、奈々ちゃんにストーカーしてみたいな、なんかそういう感じの子なのか、今回は。俺にどうとかじゃないんだね。はい、ということで、ね、じゃあ今回はね、時間もいいんで、一旦この辺で終わりにしたいと思います。次回もね、よかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。